今季プロ3年目のロッテ種市敦史明投手20がソフトバンク地下広志大投手25を驚かせた。マウンドから直球を投げ込むと捕手のミットからパーンと高い音が鳴った。後ろから見ていた地下はえぐい、貫通力がすごい。今回の合宿参加メンバーでお前が一番と言った。こいつはすごいと驚き、貫通力という言葉で号泣を表現した。八戸工大一から16年ドラフト6位でロッテに入団。2年目の昨季は1軍デビューし7試合に先発。0勝4敗だったが、今季期待される若手だ。種市は地下さんみたいになりたい。タイプは似ているのでと、侍ジャパンでチームメイトだったロッテ石川を通じ、地下にお願いした。5日間の合宿中、4日間は投球練習した。左手のグラブの使い方を改善するためにと、地下からグラブをプレゼントされた。この日も赤い地下グラブを使い、投げ込んだ。地下は、こういう敵が出てくるのはいいと、種市の今季の成長を待ち望んでいた。